マスデバリアユンガセンシス学の内側の花びらと、随中が見えるマスデバリアは、卵化植物の分類群の一つ。南アメリカの山岳地帯に分布し、学園の実が発達した得意な花を咲かせる。ヨランとして栽培されるが、日本では栽培の難しいものの一つである。マスデバリア族は、アンデス山系を中心として、中央アメリカから南アメリカに分布する卵である。 多くは樹木に付着する着生植物である。全体に小柄で、偽球形が発達せず、サジ系の葉の実を束生する姿。花は、花形の上に単独で生じるか、複数花をつける。花は外三辺の学辺だけが発達して全体に三角っぽい形をとる。それぞれの学辺の先は、お上に伸びるものが多い。花型が得意で、しかも過敏なものも知られており、 洋蘭の一つとしてよく栽培される。ただし、元来が標高の高い山岳の雲霧林に生育するものであるだけに、栽培にはその環境条件を整える必要がある。特に日本では夏季の高温多湿に耐えられないため、栽培は難しい。なお、俗名はスペインのカルロス三世の寺院で植物学者でもあったジェイマスデバルに懸命されたものである。 和名は特にない。園芸方面ではマスデバリアで通用するが、マスデバリア表記も見られる。園芸分野での略語は MSD である。茎はごく短く、包みに包まれて外からは見えず、その先端から一枚の葉を出す。このような茎が補服形状に密生するため、外見では葉が根質状に束製しているように見える。葉はサジ状やヘラ状などで、 肉厚だが柔らかい。花は茎から出て直立、または横に伸びる家系の先端に、単成、または多数がつく。花は極めて独特で、学編だけがよく発達する。背学編と二つの側学編は、普通はその基部で合着して灰状や筒状になる。個々の学編は先端に向けて広くなり、その先端はお状の突起となって終わる。 学編は先端に行くにつれて広がって平ら返するものから反り返るものもあるが逆に先端付近まで膠着して筒状や袋状になるものもある。三つの学編はほぼ同等の大きさの場合もあるが背学編がより小さい例が多い。花弁は側弁、新弁ともに学編に比べればはるかに小さく、随柱も小さく、花弁の間から出ない。特に学の基部が 筒状のものでは、これらはすべて筒状部の中に収まり、覗き込まなければ見えないのが普通である。花粉界は2個。なお、近縁のドラクラ族も学編が、よく発達して三角状の花をつけるが、側花弁は小さいながらも先端が開いて広がり、新弁も先端が広がって、そこに、キノコの火だような形のシワが出る。メキシコからブラジルまでの中央アメリカから、 南アメリカにかけて分布するが、中でもコロンビアからボリビアにかけてのアンデス山系がその中心となっている。種にもよるが、標高1000メートルから3000メートル以上までの雲霧、林に生育し、樹木に着生するか、一部のものは地性である。やはり中南米に分布するプレウロタリス属プラロサレイに近縁のものと考えられる。また、ドラクラ属ドラキュラは、 かつてこの属に含められていたもので、ごく近縁であると考えられる。種数は多く、500種を超えると言われる。溶蘭として栽培される。形の面白さや鮮やかな色彩など、優れた特性を備えた、園芸的に最も魅力ある植物との表もあるほどで、ある。マスデバリアコッキネアエムコクシニアは大きく広がる、側学編が、 種照名の意味する通りの非公色に色づくが、この他に、黄色や白などの花色のものが知られる。マスデバリアイグネアも、大輪の赤い花をつけるが、背学片が前に倒れ、側学片に、お嬢突起がないなどの特徴がある。マウスデバリアユンガエンシスエムヤングンシスは、白い弁に赤いストライプが入る。これらを親に持つ交配品種も作られている。ただし、熱帯とは言っても、 標高の高い地域であり、それに雲霧林に生息するものであるだけに、高温に対する耐性が弱い。栽培には、保温だけでなく、高温にならないような注意が必要で、その上で湿度を保つことが求められる。日本の中南部では、夏の気温が高すぎるため、特に標高の高い地域に生育するものは弱りやすく、熱帯夜が続くと急に葉が全部落ちて枯れることがまま、ある。 このような種では冷房設備をも備えた温室などを利用して昼間でも摂氏25度以下、夜間は22摂氏23度程度を維持することが求められる。ありがとうございます。